はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。9月は15日の金曜日でございまして、3時40分ですね。ドルウォンはうにゃうにゃしてそんなに変わりないですね。今日金曜日ですからね、金曜日、今日で一応終わりと。10年利回り日本国債 0.696 と 0.7 ギリに来てますね。13時29分ですけど、本題いきましょう。中国でございまして、これはですね、昨日14日の午後9時46分ですね、夜に出た記事でございまして、中国人民銀ですね、中国人民銀銀行預金準備率 0.25% 引き下げ、今年2回目ということで、ちょっと読んでいきましょう。中国人民銀行は14日銀行預金準備率を 0.25% 引き下げると発表した15日から実施すると強調しています。準備率の引き下げは3月に続く今年2回目。3月は全銀行対象に 0.25% 引き下げた。今回の引き下げは準備率が 5% の銀行以外が対象。引き下げ後の準備率の加重平均は 7.4% 程度になると。まあしかしまあ小出しにしてるという印象ですけどね。国営新華社通信は人民銀当局者の話をして、500億元の中長期流動性が供給されると伝えた。5000億元です、日本円に直しますとですね、ですね、10兆円かなですね、10兆円、まあですね、人民銀は人民元相場の基本的安定を維持し、流動性を過度に潤沢な状態に保つ方針を示した。民間銀行のチーフエコノミストは需要低迷に直面する中、準備率引き下げは実体経済への支援を強化し、市場関係者の信頼を高めるためのより良い金融機関への指針となるとの見方を示した言い方がね、めんどくさいですね。エコノミストインテリジェンスユニットのシニアエコノミストや、シニアエコノミストシュー・ティアンチャン氏は、今年の経済成長目標 5% 達成が危うくなる中で、政府の景気支援に前向きだと述べた。政府は景気支援に前向きだと述べた。ハンセン銀行チーフエコノミストは準備率引き下げを受け15日に中期貸出制度金利が引き下げられる可能性を指摘。準備率引き下げよりも重大で、人民銀の意図を示唆するものだと述べたと、まあこういう記事でございます。簡単に言いますとですね、銀行というものはある程度元気持っとけよというふうに指導されてるんですね。指導というか決まりがあるんですね。それのある程度持っとけよという率をですね、下げたわけです。全体の資産に対してこんだけは持っとけよというのを下げたということは、その分要は貸し出しに回してもええよということなんです。銀行は金を貸すとですね、お金がお金を生みます。利子が生まれますので、銀行はですね、喜ぶわけですね。どんどん貸すわけ、貸すようになると、そうすると経済が回りやすくなるというふうな理屈でして、まあ、景気刺激策になるわけですね。景気がよろしくないときにこうガンガンやるこのやり方なんですけども、お金を直接増やしたわけではなく、市中に出回るお金を増やしてもええよという制度なわけですね。だから政府は金を出しているわけではないんですね。まあ言うてみれば小手先です。ただ小手先でもですね、お金は市中に回るお金が増えるんでですね、まあ有効といえば有効な政策だと私は思います。
で、あのね、景気が悪くなるでしょ。そしたらね、政府はいろんなことをやるんですけど、一番効くのはですね、財政出動というふうに言われてます。どういうことかというと、政府は直接金使うということです。需要が足りないと、まあ要は金の動きが悪いと、みんな物買わへんやんと。だ政府は代わりに買おうやないかということになるわけですね。それが一番有効というふうに言われています。その次にですね、金利を下げるというのはですね、金利を下げるとですね、企業はお金を借りやすくなるから、お金を借りて投資に回すだろうと。そうするとですね、投資に回ったお金がですね、物を買うわけですから、これでまた経済が良くなるだろうというのが金融緩和、金利引き下げですね。でその次ぐらいにですね、金利も下げないけどもですね、回るお金を増やそうというのはこれですね。だから景気刺激策としてはですね、もう効果はですね、その一番最初のですね、財政支出に比べると薄いんですね。で、だった中央、今ね、中国の景気はものすごく悪いからですね、いろいろやってるわけですよ、中国政府は。中国政府はそのまま金使うたらええやんと思うでしょ、僕も思うんですけどですね、金がないと。金がないと。いわゆる、こう、中国といえどもですね、税収というものがあるわけですね、税金が入ってくるわけです。税金がほとんど入ってこなくなってるわけですね、予定通りというか、予定通りは入ってこないわけです。金がないやん、政府は金を使えないわけですね。で政府はですね、厳密に中央銀行はですね、お金をすることができるんですね。足りひんかったら釣ったらええやんという考えがあるわけですよ。これほんまやったらあかんんですよ。ほんまやったらあかんんですけど、日本なんかやってるわけですよ。足らへんから釣ったらええやんって言ってするとですね、そのお金の価値が下がるわけですね。日本であれば円の価値が下がるということは、すなわちインフレになると、物価が上がるということですね。お金の価値が下がるから物の価値が上がる、これをインフレと言います。なったらええやんというふうになるんですけども、日本はこれを散々やってきました。散々やってきてですね、おかげでですね、この政府の債務率というの対 GDP、 その国の経済サイズに比べて政府の債務がどんだけあんねんっていうのをですね、債務比率っていうんですけど、世界各国で日本が最高チャンピオンですよ。 240% ぐらいあるんです。政府債務は日本は1200兆円ございます。ですね、日本の GDP は550兆ぐらいなんですね。550兆の経済サイズしかないのにですね、政府の借金だけは1200兆あるんです。すごいやんこれって、世界一やでって。普通の国がこんなことをやってるとですね、円は暴落するんですけど、まあ円は安くなりましたけど、まあこの程度で済んでるわけですね。日本の円だけはなぜかものすごく信用があるんですね。信用がある分政府がインチキをやってるということでございまして、中国政府もそれやったらええやんとなるでしょう。まあ可能な限りはやってるんですよ、中国政府もね。中国は人民元ですから、人民元はですね、人民銀行はすればいいわけですよ。で、可能な限りやってるんですけども、もう限界に来てるんですよ、それがね。それが限界に来てましてですね、もうこれ以上はしたくない、やったらあかんってなってるわけですね。それでも景気は悪くなるんで、今ですね、小手先にですね、金利を引き下げたり、こうやって準備率を引き下げたりしてですね、なんとかちょっと景気よなれよなれってやってるんですけども、そんなんではようならへんでというのが今の中国の景気の悪さでございます。かなり悪いですね。 5% 成長とか言ってますけども、全然無理です。マイナス10とは言いませんけど、マイナス5ぐらいいくんちゃいますかね。ただし、中国には素晴らしい統計局がございましてですね、絶対マイナスにはしません。なぜ統計局がね、今年は 4% 成長したって言うたらもう 4% なんですよ。中国ってそういう国なんですよ。その代わりですね、それをやりすぎますと、他の統計と何通じつまが合わなくなってくるわけですね。まあというてですね、そんな関係ないやという、もう共産党は全ての国でございますから、共産党がね、統計局に 4% 成長やって言ったら、はいって言って 4% 成長って言って発表する国なんです。はい、まあだから今年多分 4% 成長ちゃいますか、 3.9 かな、いや 2.9 以下っていうのはありえないと思います。 3.9 でしょうかね。来年1月のね20日頃に発表されるんです。すごい早いですよ。あんなでかい国の統計がね、終わってから、閉めてから、20日ぐらいで発表されるんですよ。
まあ多分 3.9 かなというふうに予想します。まあ5と言うといてね、 2.9、2% 台やったら何やってんねんって話になるでしょ。もうコロナも終わったのにということになるわけでしょ、うん、まあ、で 4% だったら頑張ってやるならなるんですけど、まあ頑張ったけどやばいねんってのが 3.9 ちゃうかなと、私が予想できるようなこう数字でございます。はい、まあそれは置いといて、このロイターのですね、今読みましたページのアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。